さて、今日は一体何をするつもりなんだ。いやー、もうね。今日はみんなで寝ましょう。おやすみ。いや、実況中に寝るやついるのか、この中に。まあさすがにそれは冗談で、今日は再びネザーに行こうかなと思います。なんでネザーに行くんだ。我々には攻略しなきゃいけないものがたくさんあるんですよ。海底神殿、エンダードラゴン。やっぱり攻略するってなったら、ポーションは欠かせなくないですか。まあ海底神殿は水中呼吸のポーション欲しいよな。エンドラ攻略もエンパイルってなると村人攻撃の方がスムーズにいきそうだし、村人を拠点に連れてくるとするとトロッコで無理やり連れてくるか、村人ゾンビから治療するかの二択だから。その二択だったら校舎の方が楽そうだよね。ってなるとそこでもポーションが必要だからね。弱体化のポーション必要だもんな。だからまあ、ここでネザーを手に入れておけば後々色々と楽になるんじゃないかなと。よし。じゃあ今日はネザー要塞攻略だな。まずはネザー要塞を見つけるところから。あ、でもネザー要塞探す前に一つ行きたいところあるんだよね。行きたいところ。どこだ？パート15とかで冒険からネザーに帰ってくるときに、建造物あったの覚えてない？あ、確かに建造物あったな。あれはまたネザー要塞とは別の建造物なの。おそらくピグリンの要塞ってやつかなと。ピグリン要塞。なんかヤバそうなとこだな。前回襲ってきたあの変な豚でしょ。あいつらのアジトなんでしょうね。じゃあネザー要塞を見つける前にまずはそこの制圧をしに行くか。せっかく見つけたからちょっと行ってみましょう。どうやらお宝も期待できるみたいだし。お、それは楽しみ。っていうかピグリンって金防具着ていると襲ってこないらしいっすよ。お、マジで、じゃあ金防具着ていくか。でもあくまでピグリンが襲ってこないだけらしいから、防御力が低い金防具でネザー行くのもちょっと不安だけどね。それはあるよね。ピグリンに襲われないってことと防御力を下げるってこととどっちを取るか。っていうかそもそも金自体も少ないしな。量的に作れて一人分くらいかな。そうだな。一応2スタック以上はあるが、防具で使いたくはないからな。まあどれくらいの効力があるのかもわからないし、マリサだけ金防具着ていけば。ちょうど色合いも似ているしね。みんな準備はどうですか？ある程度は用意できたかな。弓はあるんだけど矢がないんだよね。いや、それこそ前回完成したトラップにたくさんありそうだよね。ああ、ちょこっと経験値集めした時に弓とか矢とか骨とかたくさんドロップしたかもな。ちょっと確認してきますわ。あ、金防具もたくさんあるじゃん。そういえば金防具スケルトンが落としていたな。集めたら一式あるから私もつけていこうかな。っていうか無限の弓とかも普通にあるわ。矢が一個で足りるからそれはいいね。こう見るとドロップで結構いいアイテムが手に入るんだなと思う。耐久値さえ回復しちゃえばな。使えるアイテムはたくさんあるよな。このめちゃくちゃ強い無限弓持っていこうかな。しかもエンチャントのコストもそんなにかからない。ちなみに無限以外は何がついているの？火炎と耐久力だね。おお、ネザーの敵にはあまり有効じゃなさそうだが、長い目で見たら違うことにも使えそうだからな。それじゃあ全員準備もできたということで。二回目のネザー行きますか？うお、危ねえな、そんな強い弓でこっち撃つな。ちょっと食らったリアクションでどれくらい強いのか確かめたくて。リアクションで確かめるなんて斬新な方法だ。さあ来ましたよ、再びこの地獄の地に。ピグリンの要塞ってどこにあったっけか。ネザーゲートの後ろにある穴だね。ここを道なりに進んでいけばピグリン要塞はあったはず。なんか道中が結構険しい道のりだったような気がする。溶岩地帯の一本橋がちょっと怖いな。早速ガストいるわ。ネザーラックで橋を作っちゃったから攻撃されたらひとたまりもないんだよな。できれば橋を渡る前にガストを倒しておきたいね。くらえ。しゃあ、見たかおらー。周りにガストがいない。今のうちに駆け抜けろ。ふぅ。と緊張ゾーンはなんとか終わった。ちょっとここは補修した方が良かったかもね。そうだな。ちょっとガストが怖すぎるからな。あったあった。あれが噂のピグリン要塞。ここから見る感じだとそこそこでかいんだね。ピグリン要塞っていうだけあってたくさんいるな。ちょっと近づいてみますか。あ、左下にピグリンいるね。お。じゃあ早速金防具の効果を試してみるか。本当に襲ってこないのかな？襲ってこないな、すげえ。こうなるんだ。前回ピグリンに苦戦していたのがアホらしいね。あ、ちゃんと読むには襲っていくんだな。なるほど。ってことは私だけ難易度高くない？うわ、奥からいっぱい出てきたよ。さすがに一人で戦うのは辛いだろうから護衛はするが、にしてもこれはネザー探索が楽になりそうだな。要塞以外にもピグリンスポーンするからね。っていうかこれってどこから要塞の中に入るの？それっぽい入り口が見当たらないな。あ、ここから入れそうじゃない？
ちょうどピグリンもここから出てきているし。上のピグリンは倒しておいたよ。よし。ここから丸石で階段状にして。これで上に行けるね。髪はマグマだらけですごいことになってるぞ。あれ、なんでマリサはすでに上にいるの？うん、後ろの方に登りやすいところがあったからそっから上に登ったぜ。うわぁ？抜け駆けをババ？今なんて言った？さすがマリサだなって言った。嘘だよな、ここのマグマに沈めるぞ。うわぁ、なんだこの構造、意味がわからないぞ。とりあえず周辺にあるマグマをせき止めておきます。その方がいいな、事故る可能性あるし。うわぁ、上からピグリンが降ってきた。マジか、大丈夫かヨウム。なんとか。え、今日の天気はピグリンですか？この上にめちゃくちゃピグリンが溜まっていて、それがまとめて落っこちてきた。この上の層にたくさんいるのか。あー、もう一体来たぞ。あーあー。ヨウムピグリンに嫌われるなんて。おやつのクッキーでも奪ったんじゃない。いや、金防具着てないからだよ。さっきの一本橋にピグリンがいてそっちに行けません。じゃーなんだなんだ、何が起きているんだ。ガストの弾が飛んできて橋壊されてマグマにそのまま落下しました。仕方ないわね。そっちに向かってあげるわよ。あ、ガストのせいで橋が壊れていると思うから気をつけて橋を渡ってね。にしてもガストが多いよな。こんなにガストってスポーンするもんなんですかね。さっきは防具を着てこなかったのが良くなかった。最低限ピグリンくらいは倒せる装備で来てもらわないと。ただ弓矢はないのでガストがいたらお願いします。スゴーデスナイパーの出番ですかね。うんちスナイパーの間違いでは。うわ。これちょっとやばいな。ガストも2体いるから倒してからの方がいいか。いや。急いで行っちゃえばいけそうだよ。この弓とかロストしたくないから私は安全を確保してから橋を渡るよ。いやちょっと無理ゲーすぎません。いやー、怖い怖いー。怖いけどなんとか目的地に到着。これはもう？気にしていたら負けだ、私も突っ切っちゃうぞ。案外ダッシュしちゃえばいけそうだよ。本当だ、橋はどうなるかわからないけどいけそうではあるね。え？どうした？あれ、霊夢。なんか橋の途中が壊れていたんだけど。え、マグマに落ちたのか。落ちちゃった。あれ、ひょっとして生きてる。まさかのマグマの中で生きてる。いや普通にやられたわ。ちょっと期待させるなよ。お前ら序盤でやられすぎじゃないか。いやー、ヨウムはともかくとして私のは無理よ。だってちょうどゾンビピグリンが被って橋がない部分が見えなかったんだよ。あ、そういうことだったのか。しかもガストがいるから早く行きたいって気持ちもあったからね。いろいろ悪い方向に噛み合ってしまったんだな。まあとりあえず立て直せたからよかったな。立て直していたところは全カットですけど。全カットなの。ピグリン要塞攻略するって言ってるのに往復するだけの動画は嫌だからね。と入ってもここまでだいぶ時間使ったけどな。残りの動画時間でピグリンの要塞を攻略するのよ。何かお宝や成果はないのか。そういえば反対側に金ブロックの塊があったぞ。え、こっち側。そうだな。その上ら辺にそれっぽいものが。じゃあちょっとこの辺を階段状にして。何かとピグリンは金が関係しているんだね。確かにな。金防具つけたら襲ってこないとか。ピグリンたちは金がお好きのようで。あれ、何回もガストいなかったか。いや、その辺にいると思う。気をつけて。うわお、いるじゃん。直撃していたな。こんなところにガストいるなんて。いや本当だよ、さっきまでいなかったでしょ。この短い時間にスポーンしたのかもしれない。ほら、ここに大量の金ブロックがあるぞ。本当だ、こんなにたくさんあるんだ。これ使えばお前らの金防具も作れるんじゃないか。金防具のメリットは思ったよりありそうだからね。ヨウムに至っては金防具着ていればやられなかった説あるしね。これ以外に宝はあるのか。周辺見る限りではこれくらいしかなさそうだね。っていうかまたあそこにガストいるじゃん。やだ、またいるのかよ、どこにいるんだ。マリサが見つける前に私が仕留めてやろう。後ろから見てる限りめちゃくちゃ外してますけど。痛い、こっちに弾が飛んできたよ。スナイパー担当ちゃんとしてくれ。今日でスナイパー担当を引退したいと思います。とりあえず金ブロックは回収するぞ。あ、頼みますわ。お、結構あるな。インゴットにしたらかなりの量になりそうだな。この金ブロックはピグリンたちが蓄えていたってこと。設定的にはそうなんじゃね。じゃあ完全に私たち窃盗しているんだね。まあ実際取ったのはマリサなので、ピグリンに詰められたらあの黄色いのが取りました。って言えば大丈夫だと思う。それなら大丈夫そう。私が大丈夫じゃない。ご視聴ありがとうございました。
概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、ツイッター、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側、実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常、ツイッターでは動画の最新情報、ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。